国崎さんと、まあ、私たちの知らない隠れた顔といいますかあるということですよ ね、 そうですね、でもな割と今のお話だとこう山がこう集まってるという、うん、まあ、山からまあ広がっているっていうのもありましたけれども、その中にこうぜひ皆さんにお勧めしたい何かこう景色といいますか、そうですね、まあ、どれもね、その奇岩とかいろいろなこう景色っていうものはいいんでしょうけれども、うん、清水さんおすすめのぜひにという場所っていうのありますか。もうこのそうコーナーのタイトルはですね、あの和みの暮らしで日本の風景という感じですから、はい、まあ、私自身も非常にその日本の原風景っていうようなものをですね、ちょっとそのおこだわりみたいなものがあって、あのじゃあいつの頃ぐらいからの風景が日本の原風景なのかみたいなですね、まあ、いろんな諸説があるみたいですが、はい、まあ、私たち今現代人が住んでいる人間がですね、懐かしいなと思うのは例えば昭和30年代ですとかね、ちょっと戦前の風景とかっていう形かもしれませんが、はい、ある人の説によると日本のそれこそ本当に原風景っていうのは鎌倉時代とかですね、鎌倉、とかそれぐらいのような時代に、その作られたっていうかですね、人の手が加わったようなその里の風景っていうか、うん、それがその日本の日本人の思い描いてる、まあ、DNA の中に入ってる原風景ではないかなっていうような、そういう説を唱える人がいるんですが、まさにその鎌倉時代ぐらいかなのですね、いわゆる鎌倉時代だったら荘園とかですね、いろいろあったわけですけど、先ほど申し上げたあの六郷満山の、はい、6つの里があるっていうですね、はい、流れ出てくるその沢筋に下流の方ですけども、うん、その田園風景が広がるわけなんですが、その6つあるんですが、そのうちの1つにですね、多志部の庄っていうふうに呼ばれるところがあるんです。ちょっと漢字が難しいかもね。多志部の庄、どんな字を書くんですか。田んぼの田ですね、まずですね、田んぼの田、はい、それから志部っていうのはですね、染める染色の染ですね、そしてあの昔の荘園の庄ですね、草冠に草冠の荘園、というですね、それで、多志部の庄というふうに読むんですが、これがあの国東半島の中央部分からちょっと南西の方角ぐらいの、うん、ところなんですね。南西、南西ですから宇佐と別府とのちょうど間ぐらいのようなところぐらいですかね、うん、そこに多志部の庄っていうふうに言われるところがあって、ここはあの宇佐神宮のいわゆる領地だったところなんですね、まあ、いわゆるまあ宇佐神宮さんを、まあ、領主とする荘園だったわけですね、ですからまあ鎌倉とかそれぐらい、ぐらいからまあその所有されてたわけなんですが、そこの風景はその鎌倉とかそれぐらいの時代からほとんどそんなに変わっていないと言われてるんですよ。鎌倉時代から変わっていない、本当に変わっていないだから、先月私ちょっとその個人的にちょっと車で、この田志部の庄まで行ってですね、夕暮れ時の風景を、田志部の庄っていうのはちょっとそのすり鉢状になっているようなところなんですが、そこの反対側の丘の上からこの田志部の庄を見下ろすような展望台があるんですけど、そこに夕暮れ時ぐらいにずっと日没の風景を見ていたんですが、ちょっとやっぱりですね、確かに日本各地のいろんなところ行きましたけども、この田志部の庄の風景はどこかですね、本当に私も日本人ですが、どっか心の奥深いところの琴線を触れるんです。なぜかしらですね、まあまあ、何ですかね、まあ、一つ例えて言えば、そのあぜ道がですね、綺麗な曲線を描いていくっていう、ですから田んぼが区画整理をされてないわけですね。なるほど、あ、田んぼの区画整理がされてます。なんとなくこうイメージとしてはね、きっちりとこう四角に分けられていると、いると整然としてますけれども、いわゆるなんかその人の手が加わりすぎてる。まあ、確かに耕運機とかね、その機械を入れるんだったら、その区画整理した方が効率がいいわけですけど、あぜ道がですね、カーブを描くっていうのはですね、いわゆる効率化をしていないわけですよね。でそのあぜ道の曲線の風景が非常に連続していくわけです、で、真ん中あたりにちょっとお寺が2つ3つぐらいあって そこに屋敷森のようなものがあってですね、でちょうどその小さな家がそこに集まっていくっていうですね、で背後に、どうですかね、標高でいうと300メーターぐらいの山が山の連なりがあって、そこにゆっくりと太陽が落ちていくっていうですね、これはもうちょっといろんな日本の風景を見てきましたけども、これぞまさしく、これぞまさしく日本の原風景ではないのかなと言ってもいいぐらいの風景ですよね。面白いですね。国東半島の中央部分に行けば、何か外国の山、中国の山々を思い起こさせるような景色が広がり、でもしかしある場所はやはりその日本の鎌倉時代からのこの景色っていうものが広がっている、広がっているっていうですね、
でそういうふうなところを中心としてそのいわゆるその山岳修験道の人たちがですね、修験をしながら、山の中を歩行していたっていうようなそういうことですから、この国東半島非常に広いんですけども、はい、1日だけではね、非常にもったいないぐらいです。で山の中央部分のところに双子寺っていう名前のお寺があるんですね、はい、双子寺っていうのは両方の寮にですね子供の子と書いて、これで双子と読むんですよね。双子寺ってお寺があるんですが、これはもう山寺なんですけれども、ここもなかなかですね渋いんですよ。渋いっていう表現で一言で くくってはいけないのかもしれませんが、ここは本当にね、二王門から始まり石段が苔むしたように石段がずっと連なっていてですね、で森の中にずっと入っていくわけなんですけど、はい、森の中を、神仏集合ですから、修験をするような人が歩いてであろうというですね、そういうその獣道に近いような道があったりですとかね、するんですよね。ですから普通の平日の中に行かれたらほとんど人がいませんから、2日3日ぐらいかけてこの国東半島をですね、車で回られたりとかしたらですね、いいかもしれません、いいんじゃないのかなと思いますよね、今ちょうど私たちスタジオの中にパソコンがあるので、清水さん国東半島ってそういえば徳山からフェリー出てませんでしたっけっていうのをちょっとね、コーナーが始まる前に少しチェックしたその地図を見てるんですけれども、おっしゃる通りその国東半島の北側にある竹脱というんでしょうかね、港があって、そこが徳山と結ばれている。でこの簡易的な地図であるにもかかわらず、確かにこの道がすべて中央部分に集まってる、中央に集まってるっていう。そうなんですよ。これが本当清水さんのお話を聞きながら不思議だなと思って見てたんですけど、ですかちょうど道がですね、6つか7つぐらいがちょうどその、国東半島の中央部分に向かって上がっていくわけなんですが、そこがその重なるところぐらいが、いわゆるその六王満山の一番てっぺんぐらいに当たるわけですね。そこに双子寺ってお寺があって、で、そこだけではなくてその周りに周囲にたくさんですね、文殊千寺とかですね、いろんなお寺がいっぱいあるんですよ。いわゆる山寺のようなお寺がですね、で、並びに磨崖仏があったりですとか、そして周りの風景は奇岩、巨岩が広がる。でもその里の方に行けば日本の原風景のような風景が広がる。風景だけの変化を見るだけでもですね、国東半島はいいかもしれませんね。ゆっくりと車で回っていくという旅もいいかもしれません。その中で日本の風景、本当に心を和ませてくれる風景、そして逆にこうワクワクさせてくれるような風景もあるのではないかなと思います。国東半島、ある意味こう神秘にね包まれていると満ちた場所だと思いますので、ぜひ皆さん旅をしてみてはいかがでしょうか。和みの暮らし、日本の風景について清水正弘さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。